なるほど。できてっちゃう。うん。今もうこのさっき言ったこれ使わって決めてるんで、これを。こんな感じで入れていこうかな。これでいいですかね。はい、いいですいいです、はい、じゃあこれ、はい、これずっと押さえてると簡単になるので、これを、まあ、どう使うかもこれも腕次第で、うんうん、今僕はこの、うんうんうん、こんな感じしました。長すぎるな、うん、いいと思いますけど、タン、うまくちょっと切れないね、うん、そんな感じ、こんな感じで、うん、いきましょう。はい、いいですよ、はい、じゃあこれ取っていきましょう、はい、これクリップを、うん、片2小節のクリップを作りましたと。これで、これ今こうやってやったじゃないですか、こうやってって自動的になるじゃないですか。それも勝手に打ってくる。あ、それはですね、うん、ここに打ち込まれるのは、普通の音符の情報ですね。普通の音符の情報です。で、それをどう鳴らすかっていうのをさっきの、コンプリートコントロールがコントロールでやるという、はい、音色としてそう鳴らしてるっていう。なるほどなるほど。はい、了解です。じゃあ頑張ります。はい、じゃあ行きましょう。すごい、それいい。じゃあ行きますよ、はい、間違えた大丈夫です、ね、もう一回やります、もう一回、はい、陽介さんに鍵盤弾けないですからね、はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、間違えた、まあいいかこれで、まあ、うん、行きましょう。出だしがないと辛いので、まあまあこれこれ で基本的にこうやってリズムがずれても、元々が合ってるから、まあそれなりに形になると なってます、うん、っていうことです、ね、まあ偶然の、はい、良さっていうのもいうことですね、はい、今ちょっと意図してなかったリズム出てきたん で、はい、かっこよくなったと、うん、はい、よかった。で、これずらさ、この体でしなくていいですか、これは。これ、やっときますか。やっときましょう、はい、いや、これぐらいずれてる方がいいのかな、ちょっとやっと、うん、聞いてみましょう。ちょっと今クオンタイズしてみました、はい、さっきのやつをね、最初のやつがいいね、うん、これでいきましょうか、やっぱ、あ、こっちの方がいいですね、うん、はい、なるほど、じゃあこれでいきましょう、はい、はい、で、じゃあ次どんどんできて、どんどんできていきますね、はい、うん、で、次じゃあシンセのシンセの2ですか、2を、はい、入れていきます、やりましょう、はい、はい、コンプリートコントロールまた立ち上げて、うん、もうこればっかですね、だからこれ必須なんですよね、要は、そうです、うん、そうです、これを使うんだったらもうこれをやってくださいと、そうです、うん、はい、はい、で、またブラウズをして、うん、まあ何でもいいんですけど選んでいくと、うんうん、アリシアをしましょうか、アリシア、出ました、アリシアキーズ、人の名前が冠せられるっていうのはすごいですね、ソフト申請に、そうですよね、で、これは、まあ、ピアノの音源なんですけど、本当にアリシアキーズの、うん、まあ、ピアノ、持ってるピアノ、うん、スタジオに行ってそのピアノをサンプリングしてる、うん、なるほど、日本人で言ったらだってあの井上陽介って言ってるようなもんですよねそうです、あ、井上陽介使ってるんだ、ね、そうです、あ、いいな、羨ましい、はい、うん、で絶対に無理だよ、ね、ああ、
アリシアキーズのプロデュースした音源ってことなんですかね。まあ NI なんですけど、うん、アリシアキーズのピアノをサンプリングしてる、うん、おおすごいいうことに。やばいっすね、はい、うん、なんかこうこのうん、何でしたっけ、こんな曲、ああ、ありますね、はいはい、あのよく結婚式とかでみんな歌ってますよね、あちょっと歌うまい女の子がね。まあそういうこと言うと怒られる。はい、でまあピアノの音も出ますので、うん、これをまたじゃあスケール機能で、うん、さっきの C マイナー、 C マイナーですね、はい、でさっき、まあ、こういうイージーモードにして、うんうん、でこれももう135個で、アルペジエートをオンにすると、おお、もう135でやってくれるんで、うん、で、まあ、オクターブ、まあ、このくらいしておきましょう、うん、これで、じゃあかぶしていきましょうか、はい、なるほどなるほど。だこれは、さっきシンセ1でやったのと一緒のコード進行にしないといけないですよね。そうですね、のがいいですよね。そうです、なんかさっき、はい、このなるほど、まあでもこれ、うん、まあこのここから、まあ、層に行ったんですけど別に上に行っても大丈夫、うん、上でも大丈夫、まあちょっとさっきと違う感じで上にこんな感じに行きましょう、うん、んこれか、あ、これか、これ、これですこれ、こう、さっきと同じにしましょうか、うん、いいっすよ、さっきと同じじゃあ、中村さんやってください。あ、僕やりましょうか、はい、うん、これで2にして、はいはい、で、じゃあ行きましょうか、はい、はい、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ行きますよ、これクロスボリーズ、はい、これはじゃあこれで入ったと、うん、もう一回いいですか、はい、すごいです、はい、いいですね、こんな感じになりました、なるほどなるほど、はい、で、うん、はい、じゃあ次、うん、ベース入れてないんで、あ、忘れてた、はい、重要な、はい、ベースを入れていきましょうか、うん、で、またじゃあトラックを作って、はい、新しくどんどん増えていく、はい、ベースで、うん、またこのコンプリートコントロールをまた立ち上げる、はいはい、うん、で、まあ、ブラウズ、便利だなこれ、欲しいわ、うん、どん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 音も選んでいけるんで、うん、ベースほんといいわ。え、これって7じゃできないですか。コンプリート7じゃできないです、まあ、コンプリート9 誰か買ってください10、そういう方には10へのアップデート版があるんで、あ、そうなんですね、はい、7から10、あ、じゃあそれ買います、はい、おお、なるほど、10にアップデートしてもらえば大丈夫です、うん、で、まぁ、あ、ちょっとまたベースですね、はい、マッシブの、はい、このベース、マッシブのベースですね、ベースを選ぶ、はい、で、さっきもうデジタル来たんで、うん、アナログ弾きましょうか、アナログでは、はい、で、まあ、選ばれてくるんで、うん、ちょっと押すと、うん、これでいきましょうか、はい、これでいき
で、また、うん、スケールを、さっきのスケールに、うん、C マイナーの EG モード、はい、これはあれか、はい、あ、アルペジエーター抜いてあるんですね、今抜いてあります。あ、はい、ベースなんで、アルペジエーター抜いてあります。アルペジエーター入れれば、こう、うん、あ、これナイスだね、うん、で、これ、うん、あ、どんなだったっけ、うん、これはベースの打ち込みはさっきのようになんていうんですか、あ、でも今キーは設定されてるんだね。キーは設定されてるね。だからどこ押しても馴染むは馴染むってことですね。馴染むは馴染む、うんうんうん、ただなるほど、今日はこの、うん、これしか使ってないんで、うん、これだけやってれば、うん、あー、なるほど、いけます。忘れちゃいました。こうか。どうしよう。あ、これですね、はい、はい、これだけやってればいけます。うん、わかりました。はい、じゃあ頑張ります。じゃあこれよし、わかった、はい、じゃあこれもまた2小節、はい、はい、頑張りますよ、もう本当に本気出します、はい、はい、でもなんかこう縦から打ち込むっていう姿勢がちょっとダメでしたね。難しいですね、はい、でもちゃんとやりますよ、はいはい、一応僕持ってますからね、鍵盤は。ちょっと待って、これか、そうです、あ、そうです、そうです、はい、そう、いけます。わかりました、じゃあいきますね、うん、2小節で大丈夫です。あ、はい、あ、2周しちゃったね、はい、1個削りましょう、じゃあ面倒だから、うん、で、このタイツかけちゃいます、うん、はい、はい、聞いてみましょう、はい、うん、いいんじゃないですか、うん、うん、まあ、若干気持ち悪いですけどね、うん、もう一回かけます。いや、まあ、いじりましょう、ここで。なんか最後中途半端に上がるのがちょっとここでいいですか、はい、ここの方がいいよなって、はい、いろいろ試してみるでいい。こっちの方がちょっとなんか上がるならもっと上がった方が良かった、はい、じゃあこれでいきましょう、うん、はい、はい、もう調整です、はいはい、で、うん、まあベースました。もうなんかそれっぽい感じになってきましたね。まあもうほぼ、はい、ほぼこれでいいんですけど、もう、はい、もうこれでもうフロアもう爆発確定みたいな。爆発させるために、はい、あ、まだある、はい、ちょっとね、はい、裏技いっちゃいます、はい。